朝と比べても上空はだいぶ青空が広がってきました。2ボートレース場スポーツ報知ビクトリーカップ予選の3日目、残すカードは12レースツッキー選抜戦のみとなっています。対戦メンバー1号手が1大島和也、2号手が1永井源、3号手大阪新田智明、4号手福井信濃義行、5号艇静岡野瀬智和、6号艇広島古川健です。ピット離れで5手を踏んだ5号艇野瀬がいち早くホーム側を移っています。インコースは前半3着だった1号艇大島和也、2コースは2号艇永井源、4レースは角からまくって勝っています。その横には3号艇新田智明、そして4号艇信濃義行は前半トップスタート逃げて勝っていますが、5号艇野瀬智和のコース取りどうでしょうか。このままですと4コースのスロー、4号艇信濃が5コースになって、6号艇古川健が6コース前半3着勝ち取っています。角は5コース4号艇信濃で、進入のスタイルはスロー4艇が1・2・3号、ダッシュ2艇は4・6・2つに分かれました。絶好枠1号艇大島和也人気の中心で、2号艇永井源が人気対抗格、票が集まっています。3日目のラストカード12レースのツッキー選抜戦です。進入は内側から1番2番3番5番ダッシュが4番6番です。スタートしました。ダッシュの2艇が好スタートを切りました。一周1マークに向かっていきます。カードから4号艇下の仕掛けをしますが、1号艇大島が張って逃げる、切り込んでくる2号艇長井、まくり刺す6号艇古川、内側から3号艇新田が続く、逃げる1号艇大島先頭、2番手は内側から2号艇長井、外6号艇古川並走、この2艇の内側から3号艇新田が続く。スタートは正常です。2マーク1号艇大島クリア。2番手争いは先丸、3号艇新田が切り込んでくる2号艇長井、握ったのは6号艇古川です。外から6号艇古川2番手、3番手争いは内側から2号艇長井、外は3号艇新田が並走です。1マーク1号艇大島、6号艇古川クリア。3番手争いは最内から押っつける4号艇下の、握っていく2号艇長井と3号艇新田、3番手は2号艇長井が現在一定市販リード、上位は1番6番2番です。2周にマークは1号艇大島和也先頭、6号艇古川健2番手、3番手から2号艇永井源が続く、内側から接近5号艇の勢、握っていく3号艇新田も、3番手はまだ2号艇永井優勢、一定市販差4番手から3号艇新田がついて最終周回です。3周1マークは1号艇大島、6号艇古川の順でクリア。3番手は2号艇長井優勢に回っていく、握ってくる3号艇に行った内を突く5号艇の勢、4番手争いです。依然上位は1番6番2番の順、3連単162で総通74.7倍になります。これから最終ターンマーク、逃げた1号艇大島和也が先頭、ラストコーナークリア、6号艇古川健が2番手、3番手は握っていく2号艇永井源、内を突く3号艇新田が4番手、1番6番2番で最終レースゴール。先頭1番大島五輪、2番手6番古川五輪、3番手で2番永井が五輪、3番新田、5番野瀬、ラスト4番信濃五輪です。